ファーダーラントは1903年に浸水したドイツ帝国海軍の川洋砲艦である。中国における居流民保護のために建造された。第一次世界大戦中の1917年に中華民国によって露客されてリアス氏と改名。1929年の中蘇紛争では中国軍艦として実戦参加した。その後、 1931年の満州事変により満州国軍に編入された。ファーダーラントの模型19世紀末から列強各国が長江に自国民保護を目的とする川洋砲艦の配備を始める中、ドイツ帝国海軍も同国最初の川洋砲艦としてツインタウ級砲艦に遺跡を建造した。ファーダーラントはその二番艦として1903年に シーシャウシャの造船所で浸水した。完成したファーターラントはドイツ東洋艦隊に属して超高流域の警備に当たった。1914年に第一次世界大戦が勃発するとファーターラントを含む各国が洋包艦のほとんどが当初は中立国だった中華民国によって武装解除された。その後、1917年8月に 中華民国がドイツに対して改戦したため、ファーダーラントは中華民国軍によって旅客された。1917年にファーダーラントはディアス氏と改名し、中華民国海軍に編入された。北京政府はロシア内戦に対応して国境警備を強化するため、アムール側に吉林省国流交渉工房ろの設置を決めると、ディアス氏を交換、交通、 リート氏等と共に、ウラジオストク経由でアムール川へ開港した。中国艦隊は、小型艦艇への洋上行動の困難や、白軍の攻撃、河川凍結に港事件への関与問題による足止めなどで苦労したが、1920年10月に、ハルビンに進出した。その後は法典派の下で活動したが、法典派の歴史により、 国民政府下の東北海軍工房艦隊所属となった。1929年の中蘇紛争では、ディアス氏は10月12日の三考軍地の戦いで、ソ連アムール召艦隊と交戦して、被弾損傷して途中撤退し、この戦闘に参加した中国艦で唯一生き残った。1931年9月の満州事変で、ディアス氏は日本軍に露覚され、 満州国軍の攻防艦隊に編入された。リアス氏は満州国軍でも引き続きソ連との国境警備に従事したが、第二次世界大戦末期の1945年8月のソ連対日産戦によって満州国軍工場軍は消滅した。その後のリアス氏の運命についてはソ連に露覚されたと言われるが、詳細な記録が見つかっておらず不明である。 理水に関するカテゴリー、ありがとうございます。